ドラガリアロストは、サイゲームスが開発しニンテンドーとサイゲームスが共同運営するスマートフォン向けゲームアプリ。略称はドラガリ。キャッチコピーは、それは人と竜の新たな契約。2018年4月27日にニンテンドーとサイゲームスがスマートフォン向けゲームアプリ事業における業務提携の合意の下で発表された今作は、人が ドラゴンに進化して戦うという要素が含まれている。メインキャラクターデザインは斉藤直樹。2018年9月27日よりサービス開始。同日に100万ダウンロード突破した。両曲とも2018年12月12日にトイズファクトリーから発売されたダオコのサードアルバム指摘旅行に収録。またアルバムには各店舗の予約特典としてダオコが 本作のキャラクターがコラボした IC カードステッカー A4 クリアファイル、チケットホルダー、クリアステッカー A4 カレンダーなどが制作された。その他 BGM には全般的にダオコの既存楽曲をアレンジしたものも使用されている。なお、オプション設定でボーカル入り曲とインストゥルメンタル曲を切り替えることが可能。2019年10月9日には ゲーム発売から1周年を記念し、上記の楽曲をまとめたコンピレーションアルバムであるダオコ・ドラガリ・アロストが発売された。初回版にはゲーム内で使用できるオリジナルのリュウ・アキラの5フ、終わらない世界でと育成アイテムセットが同梱。サービス開始と同時にゲーム内カードイラストの一部制作を務めたアニメーション制作会社 u o テーブルによるテレビ CM が公開されたほか、 11月からは、大泉洋、桃瀬作、唐田エリカが出演する、実写版の CM もオンエアされた。ドラガリアロストラジオキャッスルに関するカテゴリー。ありがとうございます。